でもその組織の上の人間がなぜ責任を取らないのかと、組織に誤った慣行があれば是正をする立場、若手を教育する立場である幹部がですね、派閥の事務局から若手への、違法行為の指示がですね、長年行われていたと、党の報告書では11人が不記載を認識していましたし、29名が記載をしなくてもいいという指示を受けていたと。で、実際に記載をしていて、記載をするなと言われて、